イリット、アイリットというガールズグループをご存知でしょうか。イリットは、ガールズサバイバル番組 RUNEXT、r u ネクストアユネクで選ばれた韓国人3名、日本人2名の5名で結成され、2024年3月25日にデビューしたグループです。私がイリットを初めて見たのは、X、旧 Twitter のポストです。 K-POP が好きな知人がおすすめしていました。その時は、また新しいアーティストが出てきたんだな、としか思わず、曲を聴くことも、メガボルトを見ることもありませんでした。それなのに、たった1ヶ月弱の間に、どうしてこんなにハマってしまったのか。改めて考えると、ハイブ、ハイブ、の強力なエコシステムが大きく影響しているのではないか、と思い至ったのです。ハイブとは、 韓国の大手エンターテインメント企業で BTS やルセラフィム、ルセラフィム、ニュージーンズ、ニュージーンズなどが所属しています。先ほどの RU Next を主催しているのもハイブです。今回は私がイリットにハマるまでの奇跡、1ヶ月を振り返りながらそのエコシステムの一端を自分なりのマーケティング視点で解き明かしてみたいと思います。 先輩グループを活用した SNS 戦略で認知を取る。X でイリットを知った数日後、デビュー曲、マグネティックをイリットと別のグループが一緒に踊っている動画が、インスタグラムのおすすめで流れてきました。これは、K、K-POP あるあるのプロモーションで、同じ事務所の別のグループと一緒に踊る動画を SNS にアップすることで、認知を広げる戦略です。私はもともと BTS が好きで、 日常的に各種 SNS で彼らを追いかけています。すると、ルセラフィムのパーフェクトナイトを踊るジョングク、BTS メンバー、ニュージーンズのハイプボーイを踊るビ、BTS メンバー、ニュージーンズの ETA を踊る自民、BTS メンバーの動画がタイムラインに流れてきます。つまり、BTS を追いかけていると、フォローしていないルセラフィムやニュージーンズまで頻繁に見ることになるのです。 イリットも同様のプロモーションを行っています。デビュー翌日の3月26日には、エンハイペン、エンハイプン、ノヒスン、同じ事務所の先輩と一緒にダンスをしているショート動画を公式インスタグラムに上げています。その後も毎日様々な人と一緒にマグネティックを踊る動画をアップしているので、イリットを知らない人、フォローしていない人でもタイムラインでイリットを見かけることになります。